今年で16回目となる豊の国よさこい祭り。九州や中国地方から42チームおよそ600人が参加し、華やかな衣装を身にまとった踊り子たちが息の合った踊りを披露しました。天気にも恵まれてすごく踊りやすいなと思いましたね。皆さん暖かいですね、はい、すごく楽しくなるお祭りです、はい、いろんな人が、まあ、拍手とかしてくれたのでやりやすかったです。今日は若草公園など市内4カ所の会場で踊り子たちの元気な掛け声が響いていました。実行委員会の大木正治委員長は、地域活性化を目指し県唯一のよさこい祭りを今後も続けていきたいと話していました。